M203 発射機による 40mm×46 弾の投射。40mm グレネードは 40mm 後径のグレネード弾。北、大西洋条約機構諸国においては低速型の 40mm46 と中速型の 40mm53 がソビエト連邦諸国においてはケースレス型が運用されている。40mm46 は 低速型の 40mm グレネード弾である。最も初期から運用されているもので、主として、小銃分体用の単発、半自動式発射機において用いられる。第二次世界大戦において、アメリカ陸軍は、不評の主たる、支援火力として、小銃中隊に配備された 60mm 迫撃砲、各不評が小銃より射撃する 22mm、ライフルグレネードと投敵する。 手榴弾を使用していた。しかし 60mm 迫撃砲による最低射程と投擲距,距離の間には感激があり、また当時の 22mm ライフルグレネードはガス圧発射式で小銃に大きな負担をかけるものであった。このことからアメリカ陸軍作戦研究室は1951年よりニブリック計画の一環として 迫撃砲の最低射程と投て距離の感激を埋めるための兵器システムの開発を開始した。当初は M1 ガーランド小銃に装着されるカップ型のライフルグレネードが研究されていたが、これは間もなく放棄された。これを受けてピカティニー・アーセナル社は1952年より専用グレネード弾の開発に着手した。このグレネード弾は合計4 0ト、mm、ル 薬協長 46mm で第二次世界大戦中にドイツで草案された高低圧理論を採用したものであり、現在の 40mm×46 弾の規格を確立したものであった。40mm×46 弾を使用する最初の火器として開発されたのが M79 グレネードランチャーであり、 これは1961年よりアメリカ陸軍での運用を開始した。M79 は短く軽量であることから、うつきとした熱帯雨林での運用に適していたこともあり、折からのベトナム戦争において、分隊レベルで火力を投射できる手軽な手段として重宝された。しかし一方で、再装填に時間がかかるためいては、 副武装を携行する必要があることから、小銃の重心下部に装着できる、アドオン方式の発射機も開発され、XM148 グレネードランチャーを経て、M203 グレネードランチャーとして、大量配備されることとなった。また、40mm×46 弾は、来た。 大西洋条約機構を中心に普及して、アメリカ製の発射機以外にも、ドイツの H&KHK69 や AG36 も開発された。その一方で、高低圧弾、しかも不評傾向用であることから、初速は遅く、弾頭重量も大きなものではなかったことから、特に体操行能力は限定的である。このため、日本やフランス、イタリアにおいては、 弾丸トラップ方式を採用して小銃への負荷を低減した 22mm ライフルグレネードが採用されている。標準的なグレネードランチャーから発射された場合、初速は 76m 毎秒、最大射程は 400m、点目標に対する有効射程は 150m である。各種の 40mm×46 弾アメリカ。 合衆国シンガポールドイツ南アフリカ共和国スイス 40mm53 は、中速型の 40mm グレネード弾である。主として、重火器小隊や車両、航空機搭載用の自動発射機において用いられる。小銃分体用の 40mm×46 弾と、その発射機が開発されていた1950年代、後半、フィルコフォード社は、 航空機等採用として、より強力なグレネード弾と、その発射機の開発に着手した。これによって開発されたのが 40mm×53 弾で、あり、これを利用する発射機が M75 であった。M75 は1965年より配備され、これと同時に 40mm×53 弾も、運用に入った。また、後に、改良型として、 M129 も開発された。しかしこれらはいずれも電動式であったことから地上運用には限界があった。この当時地上においては 40mm×46 弾を使用する手動連発式のマーク18が使用されていた。後にブローバック式のマーク20も開発されたものの 40mm×46 弾を使うことによる 威力不足は多いがたかった。1967年より、アメリカ海軍の哨戒艦艇において、配備を開始した、マーク19自動的弾銃は、API ブローバック方式を採用していたことから、電力供給が不要であり、後に、陸軍でも採用されて、アメリカ軍の標準的な 40mm 自動的弾銃となった。 標準的なグレネードランチャーから発射された場合、初速は250メートル毎秒、最大射程は2200メートル、有効射程は1600メートルである。アメリカ合衆国シンガポールドイツ日本ロシアの40ミリメートル、ケースレスグレネード弾、ボグ -25 ソビエト連邦の BG-15 において採用された企画である。薬莢を持たず、 発射薬もグレネード弾本体に内蔵されているなど、迫撃砲弾に近い構造を採用しており、装填方式も前装式となっている。方針には右回り12畳のライフリングが彫り込まれており、グレネード弾の側に付いた突起に噛み合わせながら装填する。引き金を引くと激震が、グレネード弾底部の雷管を叩いて発射薬に点火し、発射薬の燃焼によって生じたガスは、 後部のノズルから紛失して、グレネード弾が発射される。グレネード弾は、ライフリングによって与えられた、回転運動によって、弾道を安定させるとともに、弾頭新化の安全装置を解除する。ありがとうございます。